では、ラード本店栄店の伊藤です。よろしくお願いします。まずお家でのスープの作り方を簡単に説明します。まずこういうお水を張りまして、ボウルに、1分ほどつけます。この1分ほどつけ終わりまして、で包丁で切っていきますね。こちらも外して、蓋も外していただきまして、これは毛を気をつけていただいて切るときにですね、横にグッ、あんまりこう擦らないようにグッ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 とこうね、でこのまま横2回縦1回で、手だけは本当気をつけてくださいね。グッとグッと下まで言います。もうこういう状態になるよね。でこれでこの釜にですね、ズボンとこう 鍋に入れていただいて、はい、そしたらバーッとこんな感じで、はい、でもうこのまま火に弱火で火にかけていただいて、で最後全部溶けましたら強火で沸騰、一回沸騰でぐーっと上まで上がってくるので、沸騰一回で OK ってことですね。麺もタイミングよく入れていただくといいですね。じゃあよろしくお願いします。